はばきとは、日本刀の部材の一つで、刀身の手元の部分にはめる金具である。はばきはばきは、刀と鞘が不意に離れるのを防ぎ、かつ鞘の中で刀身を置かせたまま支えておく機能がある。刀身は、鞘の中で胸とはばきによって支えられ、他の部分は宙に浮いている状態で保持される。白鞘小白しともにはばきを基本にして製作し、つばなどの各金具も、 は木に依存する。そのため、日本刀の付属金具の中で最も重要な役目を持つ。は木の形状は立ちはばき、一重はばき、二重はばきに大別される。古くは刀匠が鉄で作っていたが、後に専門の白銀紙によって、素銅、尺銅、銀、金などで製作される。時代を経るに従い装飾性が増し、現在は、 銀や金で作られる場合が多い。銀は、無垢が多いが、金は、銅で下地を作り薄い金を着せた金着せ幅木が多い。江戸末期までは、視力や刀身の価値に合わせて、銅無垢、銅地銀に、大名家の贈刀でも実用性を考慮した、銅地金木、神刀やサラサラ刀には一重、古刀には二重などが慣例であった。近年は、銀無垢、金無垢、一重、 二重は、個人の好みで慎重されることが多く、はばき鑑定という言葉もあまり使われない。銅無く、銀無く、金無くのほか、装飾上から、金、銀などの薄いで包んである、はばきがあり、木はばきと呼ぶ、金儀はばき、銀地金木、銀儀などがある。また、金と金や金消し象岩など滅キされたものもある。金色絵、金焼き付けなども見られる。 実用に用いる刀の場合は、銅向く一重幅きが最適とされる。銅は、叩きしめると硬くなり変形しにくいが、銀、金は柔らかく、刀を振ると変形して、ガタが出ることが多い。稀勢幅き二重幅きも変形しやすいとされる。ただ、白鞘屋で保管するのみの刀は、銀時金儀二重幅きが最適であるとも言われる。銀は六章を吹くこともなく、 薄板のキセが恋口との密着を増し、白鞘内を密閉して、投身を酸化から防ぐからだとされる。の形状や仕上げなどから、投身の時代や価値の検討をつけること。厳密な意味での鑑定ではなく、時代の鑑定でもない。ありがとうございます。